おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ810です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したこちら、セイントクロスマイスの、ドラゴンシリューゴッドクロス、そちらの方の、まずオブジェ形態ですね、言い方がいつもややこしいんですけど、ドラゴンのクロスゴッドクロス、ややこしいんだよね。ドラゴンのクロスかっこゴッドクロスだね。はい、そちらの方の、紹介を前回やりました。ということで今回は、こちらじゃん、素体であるシリューですね、こちらへの装着の方法を、まあ、やっていくんですけど、そのためにまずね、一旦こちらを分解っていうかね、バラさなきゃダメです。でそれプラス今までの、髪長いキャラクターって EX では紹介してきましたけど、こちらをね、セイントクロスマイスの方ではあまり紹介してなかったんですけど、こちらシリューはこういう感じになってます。こういう風に後ろガバッとなってて、ここに、あ、外れちゃいましたけど、この羽ですね、この羽がここに入るという感じになって、この羽も先ほどオブジェ形態を見ていただいたらわかると思うんですけど、こういう風に広がってますよね。こうなってるってことは、こっから羽が伸びるわけですよ。だって首がほとんど動かないっていうね。で、多分 EX で、将来あるかどうかわかんないですけど、セイントクロスマイス EX の方で、前回紹介したペガサス、あと今回紹介するシリュウ、あと他の残り3人、これが、ゴッドクロスでもし出た際には多分、髪の毛というか、その辺ね、形状というかね、それを考慮してもうちょっと稼働しやすくしてくれてるんじゃないかなっていう淡い期待を持てるんですけど、今回はほとんど首が動かないと。多分動いてもこれぐらいかなっていう予想ですね。はい。あとはボディが完全ロックされたりとか、このサード素材っていうのはまた先がすごいんで、多分装着してる最中に、ペガサスですね、ペガサス聖夜の方でもちょっと使用しました、未紹介のベースですね。そちらをちょっと使うような形になると思います。ということで、パーツ一式ですね、まずこちらの分解、それとあと使用する手首パーツ、その辺の準備をちょっと行いたいと思います。はい、パーツの準備ができました。一応手前に置いてあるのがいつもの交換用の手首、あとここにある黒っぽいやつ、これがマスク用の前髪パーツ、そしてオブジェ形態では使わなかった手の甲のパーツですね。あとここにオブジェフレームっていうか、オブジェパーツから持ってきた1パーツがあります。そしてここに2つ似たようなのがありますけど、マスクが AB っていうか1,2 だね、タイプ 1,2 っていうのがありまして、特にマスク1がアニメ、2が原作って特に書いてないんですよね。まあ、一応調べてくださいって感じなのかな。説明書的には書いといて欲しかったなっていうのを感じありますけどね。はい。あ、それ以外のパーツが全部こうやって並んでるよという感じです。で、あと先ほどね、ちらっとお見せしたっていうか、まあ資料があります。で、オブジェフレームこのパーツ一部残してますけど、それにはちょっと一部理由がありまして、ここのこのパーツ、これオブジェフレームの時っていうか、オブジェパーツの時に手になった部分だね、前の手、これのこの今触ってるここのね、腕の部分、これを使うんです。これをこうから取りまして、で取った残りのこの爪の部分、これは使わないんですよ。これは使わなくて、使うのはこの2本、これを使いますよと、そういう感じになっております。で、一応今回使うのは、まあ、いつもの通りグーね。グーにしたいと思うんで、この手首2つ。それ以外の平手とかは全部避けておくと。そして、一応シリューと言ったらばこれだね。これただの平手ではなく、これエクスカリバーですね。過去に紹介したカプリコーン修羅から継承された必殺技って感じかな。エクスカリバー。その平手があります。はい。ではですね、いつもの通り、こちら組んでいくんですが、まずシリューでね、このシリューの方から、いつも途中で外してるんですけど、今回いらないパーツ全部先に取っちゃおう。この素手はいらない。こっちもいらない。そして、前髪パーツだね。前髪パーツが、基本的に大体いつものやつで前髪ごそっと取れるんですけど、今回、こう取れるんですよね。こう取れちゃう。なので、変な分割線がね、すごいんですよ。で、これ取れた部分っていうのが、まあ、ここはまあいいとしても、ここもう一段ある分割線が非常に目立つんだよね。これもうちょっとなんとかなんなかったかなっていう感じがするぐらい目立っちゃう。まあ、一応取り外したらこんな感じとなります。
で、セイントグロースマイス EX シリーズの、動画を見ていただいている方はなんとなくわかると思うんですけど、表情パーツっていうのがこれしかないんですよ。セイントグロースマイスの悪いところなんですけどね。だいたい攻撃とかなんかやってる時の方向フェイスみたいなやつとかメトジとかが、EX になるとついてくるんですけど、このセイントグロースマイスの方だとこれしかないんだよね。だからいまいち必殺技のポーズとか取らせてもあんまりかっこよくないんだよね。どうしても真顔になってるんで、これがね良くないところですね。で、新しいセイントクロスマイスになってくると表情パーツというか頭部の作りがちょっと変わった関係があるので、ちょっと方向フェイスとかもちょろちょろつくようになった感じかなっていう、まあそんな感じになっております。はい、ということでまずこちらの方つけていくんですが、まずはこっから抜くと、えいっと、で抜いて、ここにまずもものパーツだね。で、一応、パーツの並びとしてはこっち左にしてるんで、ももパーツを持ってきて、でそして足入れて下からもつけるという感じですね。まあこれは基本的に一緒で、こちら膝の部分にこうやって鍵穴みたいな形があるんですが、ここには何もつかないです。なのでこのまま普通にいつもの通りつけてしまえば OK。 ただこれじゃつけにくいんで、膝を曲げてここら辺を支えてあげると、そして反対側からこいつを入れて、えいと入れてあげる。でこれ結構上の方にしっかり入れてあげないとちょっと奥まで入らない感じかな。一応これで入りました。でこうやるのも、まあこれ結構ねクロス組むとき何回もやってますけど、この状態で力かけるとどうしてもももがこうやって抜けてくるんですね。そうすると全部ずれてくるんで非常に組みにくいという感じになるんで、こう曲げてやった方がいいと思う。で腕も同じですね。腕の付け方も基本的に一緒なんで、二の腕の部分に入れてこう入れるときに肘を曲げてあげると。これは後でもう一回ちょっとやりますけどね。はい、ということで反対の足こっちですね。これもやっちゃいたいと思います。はい、こっちの足もできました。今まで紹介してきたのって、だいたいこの状態だと膝パーツがーって完成しないんですけどね。こうやって完成するのはなかなか珍しい感じかな。はい、一応これができたら今度、ボディだね。ボディをつけていく前に、今度首だね。この後ろにあるこの首パーツつけたりとかどうのってやるときに、一応説明書の方では首外せって書いてるんで、一回外したいと思います。一応こういう状態にした方が、まあ、組みやすいかなっていう感じはあります。一応この状態にして、パーツをつけていくよと。で、このセイントグラスマイスシリーズ、まあ、EX もそうですけど、二の腕にクロスをつけてしまうと、この背中からこう、内側に回るとか、今回逆ですけど、前から後ろに回るって感じになるんですけど、それが、干渉してね、組みにくいのがあるんで、先に、ボディを組んでから腕に行くという感じです。説明書の方では特に足やって、腕やってとか順番は特に書いてないです。ボディの組み方だけ説明書に載ってるんですけど、基本的にはやりやすさとしては足やって、ボディつけて腕っていった方がやりやすいです。はい。で、まずボディをつけるんですけど、これだね。この腰パーツというかボディのパーツがあるんですけど、これの中央部分を外します。サイドに開く、そして両サイドから挟んであげてパチンと止める。そして、この状態で、説明書の方では多分これだと思うんだよね。こいつを背中の部分で開いてあげて、ここでつけてあげる。今つけるときにここの部分が通らないんで、二の腕は後って言ってる感じですね。でこれやる前に実はこいつを入れなきゃダメだね。こいつをここに入れて、あ、こいつ上からなんだ。だから先につけちゃっていいんですね。これを先につけてしまってからこいつを上から乗っける感じなんですね。とりあえずこういう形になるよと。なんでこれちょっと後でいいです。でこういう風にしてからここの部分を止めるんですけど、これの前のところにフロントパーツ、これをここに挟んでここでつけてあげると。一応つけましたね。こんな感じです。でこれできたらまあ腕を下ろしちゃっていいですね。とりあえずそして、先ほど言ったこの首パーツをこうつけてあげると、今度胸部パーツつけなきゃいけないんで、これちょっと後にします。で先に腕つけちゃいたいと思います。で腕は言った通り二の腕を入れます。まあこうですね。このちょっと長い部分が
背中側に行くようにしてつけてあげて、こいつをここに入れると。で、この状態でこの手首を入れようとすると支える部分が少ないんで、力かけるとこう抜けてくると。なのでギュッと入れて肘曲げて、てかこれほとんど思いっきり直線的に入れないと無理かもしれないな。ギュッと入れてジョイントを露出させて、一応奥の方で指で支えてます。この状態でこのように入れると。で、入れればこうなるんですけど、気持ち短いなって感じがするな。というのも結構奥深くまで入らないとジョイントがね、露出しないんですね。一応こういう感じにはつけてますけど、ちょっと露出がしにくいかな。で、当たりがすごいね。脇のここのヒンジ部分にここの二の腕のクロスが当たっちゃうんで、思いっきり上げたところでこう脇がね開いちゃうんでね、あんまりかっこよくないねこれね。だからちょっと内側にして肘曲げてって感じかな。これもかっこ悪いな。まあでもこうでもしない限りちょっと内側に寄せられない感じなんでね、最悪二の腕のアーマーなしにするかなっていう感じにしないとうまく決まらないって感じかな。はい、ということでこっちの腕もちょっとやっちゃいたいと思います。はい、右腕もやりました。これで両腕ついたんですけど、あとここに本当はシールドね、こいつつけるんですけど、こいつのつきがどうだったかな。そんなにね、一回つけたら外れないよっていうぐらいまできつくなかったはずなんで、後にしたいと思います。で、忘れずに手の甲のパーツを左右だね、両腕ともちゃんとつけると。はい。一応こんな感じですね。で、これができて、今度初めて上の部分とかつけていく感じですね。これを上からパッと乗っけてあげて、これ自体はそんなにって感じかな。で、胸部パーツで、今の首の周りのやつを固定するんですけど、これこのままつかないんで、この後ろのパーツ、これを外すと。これオブジェ形態用のパーツがもともとついてるんで、これを外しますよと。逆にこっちから組むときには忘れずにこれをつけないとオブジェフレーム組めないっていうパーツになってます。これは余剰品ですね。これを外してこいつをここでつけてあげると。で、こうつけてあげるとこいつがロックされるんで、はい、こんな感じになります。したら一旦後ろの方を向けまして、で、この辺のやつがちょっと絡んでくるんでね。で、肩を組むんですけど、オブジェフレームっていうか、オブジェ形態組むときには、もともとバラバラになったやつを、これを組み立てると。で、これ組むんですけど、これこうなんでね、上に乗っけると。このプラ製のメッキパーツ、これと金属のやつはくっつかないんで、これどうやって組むかっていうと、ここで出てくるのが、ここのオブジェフレームから持ってきた、腕の部分のパーツと爪だね。で、今とりあえずこれ左こっちです。これを組むんですけど、実はこの内側見えないと思うんですけど、ここの内側のところに実は刻印が入ってまして、光の加減で見えるかな。これ一応 R って書いてあるね。これが右で、今左組むんで、左のやつをこうやって用意する。そして上につけるこう爪みたいなやつ、それもこれとこれがあって、これもね、あ、これ見えるかな。はい、ここに、見えないか。一応、肉眼でこれ L って書いてるんで、これを用意すると。そして、これと、これを、まあ、とりあえずこのようにくっつけて、まあ、なんとなく分かったと思いますけど、この内側にあるピンだね。このピン。このピンを、ここに差し込んで、そして、こっちの玉を受けるための穴ね。これが、こいつの、ここに当たるよと。とりあえず適当に組むとこうなるんで、これじゃ位置が合わないんで、もうちょっと調整、ひねりとかをいじってあげると、まあ、およそこんな感じで組むことができると。で、これができたら、肩の、先ほどつけたこいつの下に、ちょっと当たるんだけどね。ここに実は、接続ピンがあるんで、ここにこいつを、このようにつけると。そうするとちゃんと肩がしっかりこうやってロックされると。ただ、接続自体がこのアームによるサポートじゃないですかね、によってこのプラのやつとこれを連結させている
関係があるんで、あまり派手に動かすと根元から取れたりこいつが外れたりするんで、あんまりよろしくない。あと可動範囲がね、あんまり広くないんで、これしか動かないんでね。なのでエクスカリバーのポーズ取ったりするときに手をね真上に上げる感じにすることができないと。どうしても EX とか新しい方のセントクロスマイスシリーズと比べて若干狭いのがあるんでね。あともうちょっとこれね、ゴテゴテ感がちょっと減ってればもうちょっと動くかなっていう感じもしますけどね。はい、ということで反対右腕だね、そちらもちょっとやっちゃいたいと思います。はい、右肩もつけました。右肩をつけるのもそうなんですけど、やっぱり根元が弱いので、ちょっと調整する際に今度胸部が取れると。で、今度胸部をいじってるとサイドアーマーってこのリアアーマー関係のやつがポロポロ取れてくると。そうすると膝アーマーがずれるという感じなんで、ストレス値がすごく高くなります。もうちょっとなんとかなんねえかなっていう感じがしますね。はい、一応クロス自体はほとんどこれで組み割りです。あと背中に羽つけてマスクつけたらほぼ完成です。まあシールドもね。で、とりあえずマスクを、まず1で組みたいと思います。で、まずマスクをつける前にベースとなるこのパーツ、これを、これ前髪ね、マスク用の前髪のところに、まあ、くっつけというか基本的にはめてだね、まずね。そして頭部パーツ、こっちの方にこのようにつけると。その際ここのはみ出てる前髪をこう下からこうくぐすような感じで入れてあげればこう入ります。そして、本体とつけるんだけど、先に羽つけちゃった方がいいね。で、羽は背中にあるここのピンつけるためのこの穴があるんで、ここの部分にこいつをつけるんだけど、ちょっとね外側に広げ気味にした方がいいけど、あんまり広がらないんだよね。してブスリと刺してあげたらこういう感じでつくよと。そしてヘッドをこの間通す感じにしてパチンとつけてあげる。これで完全にクロス崩壊すると思ったけど、あ、取れましたね。これぐらい弱いんですよ。どうしてもピンとプラのみの接続になるんで、これがあの EX だとかになってくると別の素材を使ったりするんで、ちょっとね結構きつくなったりするんですけどね。一応つけるとこんな感じですと。そして、マスク1っていうのが、こっちのちっちゃいやつだね。このちっちゃいやつはそのまんまブスリとさせば、はい、これで完成。そしてシールドをちょっとつけちゃいますけど、これシールドも一応つける向きあるんで、向き合わせてこの肘の部分にパチンとつけてばこんな感じ。一応これがマスク1で作ったやつだね。これがマスク1バージョン。これがアニメ版かな、逆かな。まあ、一応こういう風にマスク1版で組むことができると。そして今度マスク2だね。お、立ってるな。で、マスク2の方なんですけど、先にこいつとこいつをくっつけると。で、この1個ピンが上にあるんですけど、ここにあるピンだね、ここにあるピンにこいつをこう差し込んで、そしたらこうなりますね。で、こうなると変なんで、こいつを根元の部分でこうひねったりして、これ外れます。こうやって下げたりして、こうちょうどいいような感じ。まあイメージとしてはこんな感じすればいいのかな。これもうちょっと手前っていうか、もう少し別なところで曲げることもできるんですけど、まあ、およそこういう形になればいいかなと思います。で、これができたら、今ついてるこっちのマスクを、これ、ピン自体細いんで、破損注意です。引っこ抜いて、こいつに、まあ、差し替えてあげると。はい。つけてあげるとこういう感じ。マスク2の方が確かに合成だね。こう、尻尾のこれもありますし、で、セイントクロスマイスの方の最終ブロンズってやつがあるんですけどね。それも確かこういう風に尻尾あったような気がしたんですけど、もしかしたらないかな。まあ、それと同じような感じするんであれば、これでいいかなーって感じがしますね。ただちょっと細いパーツ結構ね、使用してるんで、破損とかにちょっと注意が必要かなと思います。で、見ていただいたらわかると思うんですけどね。組んだ状態でわかると思います。腰の可動は完全に死にます。で、サイドアーマーは1枚ずつ動くんだけど、接続がそんなに強くないんで、足の可動、まあ、開いたり前後に動かしたりすると多分ポロポロ取れるんで、多分イライラすると思います。で、あと先ほども言った通り、肩の可動範囲がそんなに広くない。あとこのね、上に乗っけてるこいつの接続がそこまで非常に強くはないんで、腕を真上に上げるみたいなことはできない。なので手をね前に出してちょっとねポーズを取るぐらいかなっていう。あと箱の後ろでもあったんですけど、マスクを持って立ってるような状態、それが一番飾るのにはベストかなっていう感じがしますね。
で、あとは原作アニメ、まあ好きな方のマスクで飾るという感じでしょうかね。で、とりあえず今、なんか絶妙なバランスでこれ立ってますね。ただ、こういう風に立たせてもいいんですけど、やっぱり、バランスは結構ギリギリの状態で立ってるんで、この状態で机ドンって叩けば多分バタンって倒れてます。で、倒れるだけならいいんですけど、今回一応こっちのマスク2の方で組んでるんで、根元から外れて飛んでってしまう。また根元で折れてしまう。あとこう伸びてるこの角だね。これもすごく細くて薄いんですよ。なので、それがどっかに引っかかって折れる可能性があると。で、比較的小さい方のこっちのマスク1の方、これも同じぐらいの細さになってるんで、これも折れる可能性があるんで、できればこれはこのまま飾るんではなく、専用ディスプレイとかね、あと今で言うというか、今だと魂ステージ、そちらの方を利用して、飾るんだったらそっちの方がいいと思います。多分ほぼ間違いなく崩れると思います。はい。ということで一応今回はセイントクロスマイスの方の、ドラゴン、シリュー、ゴッドクロス。こちらの方のオブジェ形態からの、装着ですね。方法の方を紹介していきました。ということで次回以降も、まだね、あと6回かな、続きます。セイントクロスマイスシリーズの5人の、ゴッドクロスの方の紹介ですね。次回は、キグナス氷河、そちらの方を紹介したいと思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。